今あのハーストされてますけど、いつから？いや、私は今日からなんです。うん、5日まで。今日からこうハーストに入ろうと思われたのは？語るといろいろ長いことあるけど、私がいろいろやって、この去年ここで若いもんが版画ストライキやりましたね。その時終わって福島の女性が来て座り込みやって、その時も私来て、その時のスローガンですね、女性が持ってきた金よか命という、そのスローガン見て私もそのようなつもりでずっと運動やってきたもんで、この原発はまあ命に一番関係あるものなので、これはぜひなくさなきゃダメだという気持ちがあって、ずっと今回のまあハーストにも参加したつもりです。だから今の率直に言って、まあゼロにしたいなと。で、原発がなくとも人間は生活できるんだと。大体私の考えでは原発は捨てる場所もないわけでしょ。そんなものを大体使うこと自身がおかしいという考え方で、もう出がしでもまあ原発をなくすためにあらゆることをやる必要があるんじゃないかなと思って、とりあえず今回はハンガーストライキに入りました。だから終わった後、お粥を食うのが楽しいんだ。ね、ここはビールで乾杯なんてやるけど、そこまでいかないけど、まあ、お粥で乾杯ぐらいで。